皆様こんにちは、アンバサダーチェイです。プライムゴールじゃなくて、なんだっけ、スーパーハミスター4か。リング戦ですね。ブルーウェーブとやってたんだな、確か。あ、なんかいつの間にか2位との差が20ゲームも差できちゃってんじゃん。今回グロスでしょ、確かね。長谷川ね。あ、藤井寺か、なんか。あれ、藤井寺球長じゃなくて、なんだっけ、多分違う名前なんだよな。鹿せんべいじゃなくて、なんだっけ。いてもたれ。やっちゃった。今のも取られてもおかしくなかったね。いてもたれ。前回一郎調子悪かったんだな、確かな。おい、ちょっと待って。さすがさすが一郎。おい、どこ投げてんのよ。いやー、やっぱり調子回復すると打ってくるね。で、袋が調子いいのかこれ。もう簡単に点数取ってくれよ。いや、ちょっと今日やばいなこれ。この1、2番ちょっと。いやいやいや、ちょっと待って、全然止まんないぞこれ。その1、2番凶暴につき。前回と全然違うじゃん。あ、これあったか。うん、ラッキー。いや、全然止まんねえよこれ。まあ、あれだけ打たれて2点で済んでるのは助かったってところか。
おお、なんか珍しいな。あ、これ取るよ。いや、なんか珍しいね。なんかすごい無駄玉が多いね。あれ、これマイク入ってるよね。大丈夫だよ。オッケー。なんか簡単に一球で打ってくれたね。やった、取れないか。いやー、なんかはっきりしたボール球だねこれ。またこっからだよ、ふくら。いや、今日はちょっと苦戦しそうだな。よし、オッケー。いやー、これポテンだ、よし、オッケー、オッケー、オッケー。いや、なんか一回の攻撃何だったんだって感じだな。おー、フェアかよ、それ。レーザービーム。おー、ちょ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 。いや、取るか取らないか分かんねえな、あれ。アウト、セーフ。よよいのよい。
いやこれ青木ダメだ、今なんかタッチするような仕草見せたね、セカンドね、取った瞬間。じゃあ多分分かんなかった人多いと思うけど、なんかそんな仕草をしたように見えたな。いやーそれ取れねえのかよ。取るな。やっちゃ当たんねえのかそれ。いや取るね。これ1番から1郎からだよこれ。オッケー、うん、ナイスプレー本当の1回のやつは何だったんだって感じだよな。これもアウトでしょ。あそこ止まんなかったもんね。こんななんかあっさりした攻撃じゃなかったよね1回の時ね。ヤマフェア、抜けたね。おい、おい、なんもしない今。3球で終わってねえか今。ボールボール。
いやー取るか、うん、あれ当たんないね。ちょっと甘かったかな今。オッケーグッズ。あかんわ。あと1回の攻撃が何だったんだって感じだよ。ああ取る、さすがね、一路広いね守備範囲。頼むで、手も打たれ。お、なんかすんげえ逃げようとしてるな。さあ、ちょっと待って、また1番からだよこれ。おいおいおい、オッケー、もう交代ですか。オッケー、お、またやっちゃったよ。あっとこれ入ったんじゃない。うん、うん、広瀬、やるねー。
や、粘りますな。よし、オッケー。オッケー。ゲームセット。劇的なドラマ、日ハム執念の逆転、ついに接戦をものにした。上田監督、もう何を聞いてもええで。殊勲賞広瀬、まあそうでしょうね。敢闘賞福良、技能賞田中ね。本日の関係、強いからといい気になってる君に勝たせてもらっているんだよ。待って、まあ、毎度ありがとうございます。お世話になっております。いやでもなんかね、初回の攻撃、ブルーウェーブね、攻撃なんだこれっていうくらいだったんだけど、その後パタッとやんじゃったよね。あのアンダースブルーウェーブ8本になってますけど、多分初回で6本ぐらい、初回で6本ぐらいでしょ多分ヒット。あそこだけだよね。こういうこともあんだね。なんかその後全然打ってないもんね。なんか広瀬の9回のホームランでしょうね。あとはグロスもだからよく投げましたよ今日。2失点だけど初回の2点だけだもんな。まあとりあえず今回はこの辺りにしたいと思います。それでは皆様、次回の動画でまたお会いしましょう。